アドンじゃないよ、ウッドンみたいな感じですかね。はい、クラリさんもここから動画切りますので、クラリさんの歌から入れますね。あ、いいっすよ。はい、僕あの日曜日にやってるひもと生まれちゃんってアニメ見てるんですけど、次の日仕事じゃないですか、結構癒されるんですよ。うん。はい、じゃあ BWB の18戦目になるのかな、ちょっとごめんなさい、失礼しちゃいました。さあ、たまたま遊びに来ていただきました、UDON うどんアドンさんが、今回 BWB 出ていただきます。その対戦相手はやはりこの男が、名乗り上げましたね、流星で、ではアドン VS 流星で5先やっていただきたいと思います。あ、いいっすよ、ごめんなさい、お待たせしました。さあ、実況半分、遊び半分なんですけど、これもうぜひあれだね、画面の右下あたりに残影がカウンターつけてほしいね。残影カウンターつけるのちょっと俺の編集スキルだとね厳しいのかな。コメントに期待しよう。さあ、一体流星は残影画に何回当たるのか。そうですね、せっかくこの名前にしてもらったんで、まあ残影画にね当たってたらね、まあ勝てないですからね、狭間、間違いなく。さあ、スネを折られてしまうと、さあ一発危ない。すごい、ボッシャーだったな今な、完全に。いやでもね、そう言ってくれるそのうどんさんもねやってくれるからね。そうなんですよ、うどんさん、うん、いつも僕の無茶ぶりに結構答えてくれるんで、僕としてはすごいありがたいんですけれど。さあ、しっかりこれは斜め上からジャンピング勝ち上げてファースト使わせる。超すぎる。いやー、B かな、鎖はせ B だったんですけど ね、 そうですね、しっかり合わせましたね、戻り際に合わせてるな。やっぱこういうところは経験か対策か。さあ、ひよく殺しきる。さあ、さっくり持ってきましたけど、1本取ったのは、流星。結構鎖に対して体育合わせるの難しいんですけどね。そうですね、流星鎖の軌道を見てちゃんと体育切り替えてますからね、うん、D 転移だったら立ち位とかしっかり振ってますからね、立ち見もそう、うん、なんなんだろうね、仕込みなのかな、しっかり画面見て把握してんのかな。うん、画面見てたら T 派生の時絶対間に合わないと思うんだけどな。ある程度推測なんじゃない。ああ、もうこのタイミングでずらしてきそうだなみたいな。そうそう、はいはい、例えばさっきの B 派生も今のそうだね、今 C 使ってたから、うん、とりあえず C 空振っといて B 派生だったらその後の吹雪で刈り取るとか 2C で刈り取るみたいなことを考えてるんじゃないかな。ここは C 押す。そうですね、もうこの辺の俺これバングで似たようなことやろうとすると大体負けんだよな俺な。まあ陣だからって言っちゃえばそれまでなんだけど、まあね、まあ上手いのは変わりないからね。さて、しっかり触る。あーっと、膝がヒット。さーて、1回ワンヒット出ましたよ、ワンヒット。ちょっと残影が飛ぼうとしたらファジーで潰された感がありましたけど。そうですね、あの感じはファジー潰しをまず見せてからの。さあ、怖いぞ怖いぞ。さあ、上、裏切りの上。いやー、まだ本命は残ってますよこれ。さあ、いつ来るんだ、ギャラリーも固唾を飲んで見守る。膝が入る。今、あー、落とした。わかんねえぞこれ。今立ちくらいだったんですけど、入れっぱ、まあ、間違いなく入れっぱだと思うんですけど、ね、だーっと吹雪。さあ、ちょっとコンボミスが出ちゃいました。痛かったですね、ちょっとしょっぱい感じになっちゃいました。いや、でもわかんないですよ。広告さん、シャブニーが広告を入れました。名前で釣りに来やがった。ありがとうシャブニー、広告入れていただきました。さあ、ほら5先じゃないですか。はい、先にほらお前も飛べねえかなっていうのを植え付けてからの。あ、非常に大事ですね、後半残影が。はい、やっぱ長期戦なんでね、相手のガードの癖をねいかに印象付けてそこつくかみたいなありますからね。言いますよこれ。さあ、まずは鎖バースト早いですね。まあ試合展開が長いから結局そのオーバードライバー終盤でもまだ保ってくるでしょうみたいな。さあ、 2B 置いてやる。ああ、いいえ、のすかりかぶさった形。さあ、中央でしっかりレヒを使ったコンボ。さあ、バックステ。うわ、うまいすぎるんだが、こいつの狭間対策やべえぞマジで。
いやジャンビクータイクーからしっかり落とす。さあ6へバソン、あー上切りのジャンビ。さあ 5A はミスってしまうが、もう狭間戦のお手本みたいな動きしますね流星。さあチェックテッター、しかも反応してる、最大取るっぽい。さあこれはいて、うわあ4400減らされてこういうところですかね。あー来ましたよ、もう投げ。これこういうのが後でボディーブローのように効いてくるんですよ。はい、分かっちゃいましたね、どういうガードしてんのか。やばいっすよ、なんかそのギャンブラーの駆け引きっすよね。もう上がり放棄しててもいいから相手のクソを読むみたいな。さあここは出っ張る、こういうところも相手の癖を狩る一環ですね。さて落として6へ、さあ 6D で固め継続。さあカンカン投げ炸裂。さあお得意のやつから、さあ今度は普通に投げる。これは上級者でも厳しいですね。ジンの投げなあ、マジなあ、ああいうの使い分けられるとなあ、逃げらんないっすね。さあ11、さあちょっと動画残りますけども、さらに報告いただきました、ありがとうございます。どうしちゃったの、まあ大会前だからね。そしてメンツがメンツですからね今日はね。さあしっかりこちらも、あーとコモミス、一旦様子見から、あこの後は、あー踏み込みうまいですね。この現在バージョンアップでやっぱ狭間のウロボロスも仕様が少し変わったじゃないですか。そうですね、まあそこでね流星が新たにどういった動きをねしてくれるのかっていうのも結構気になりますね。さあまあさっきも言ったんですけど、本当に対狭間戦のお手本のような動き方をする流星なんですけれど、あー画面端行ってからが本番ですよこれ。うん、さあここはちょっとしのがなければいけなくなった。さあこれが強み、そうダイソンハック、いや今 OD されたら死ぬ可能性あったんで間違いじゃないですね。サリ、さあここでバリアが切れている、直割りしてるぐ中断通ってしまった。さあ残影が、まあ、これはまだコンボ中なんでかなーとノーカウント。さあレヒョ、さあああやってしまったか、紫抜けられず。さあ流星2勝、あ細かいところでちょっとミスが噛み合っちゃったところ、流星美味しくいただいてるような感じですね。そうですね、うどんさんもそのさっきの D 派生だ B 派生だの対空とかに合わせるのに対して停止から 3C が今見えましたんで、まあそうですね、やっぱ狭間側のウロボロスの残量を気にして流星も走るだに飛ぶだに使い分けてると思うんですけど、まあ、そこに置き技が置いてあってどうこうですね。狭間も 2B3C リーチが長いんでダッシュを止めるには十分な性能してますからね。さあここは飛びに抑え込んでからのかぶせ、1回目が取りましたよ、吐きましたね。あいつなんか自分、おはーやべえすげえ、派生からのクナゲ、ちょっと早い段階でこれ流れが来ていますか。さあ残影が1回でこの流れが冷戦飛ぶ、割と割り切ってやっぱ上入れますね。まあそうですね、狭間のまあ劣勢が残影がめんどくせえんだなったらやっぱ一番飛ぶのが安定っちゃ安定ですからね。だー打ってく全票から、さあ怖い 5B を見ただけで危ない。さあカンカン投げ、ここはしっかり外す、残影から膝嫌な方の膝、さあここは逃げる。さあ残りウロボロスゲージ、さあ2本、さあ着地コパン押す、さあ画面端を閉じめたのは流星ですけど、タジミン刺さる、これは痛いぞ。さあ確定バーストですかね、 CD、 さあ怖かった、ちょっとここで CT も見せてきましたが、斬新からのジャイアク方天神デンジャー状態スタートして
いやバース戻ってきたんでここはどうする。さあ吐かない。いや下手なコンボ中に吐いちゃっても残り時間で終えるかどうかが勝負だったんだね。ここは2ラウンド目に持ってきました。まあ、割と立ち回りでやっぱり主導権握ってんのは流星なイメージありますね。そうですね。だからその狭間が攻めるまでの緩急のつけ方がやっぱりうまいのかなっていう、うん、あー戻ってきた。なんで振り向くんだこの技。さあ冷戦固めが続く。暴れてさらに押し返したのは流星。うまくしのぎましたね。まあ、しかしでもはうどんさんの結構この固めがやっぱ流星の癖をなんとなくこう知りながらの固めなんで、これがちょっと後半響きそうな感じがしますね。さあ序盤の駆け引きが後半でどう響いてくるか。ああうめえ、マジかよ。今のよく我慢して逃げ出したな。さあ体力五分の状況から、あー上がかぶさる。これは飛翔拳に噛み合っちゃった。さあ立ち見コンボミスから5秒してる。おいしい、弾いちゃった。危ないぞ。残念、確認見逃さない。足りないっすね。切れるぞ。さあ切り返して、これはゲージ吐く。カンカン投げめくりガードしてる。この男ガードも硬いが固めがエグい。さあ耐えきれずガーギャン打ったところはしっかりとジャパンしていく。11もう空対空だけじゃなくて引きずり下ろしまでうまいですね。ダーッと打ってった元気よく。さてさあ6へ押す。 2A ですよ。ちょっと両者、はい、なんかヒートアップしてきた感ありますね。危ない。さあ、ふぶき、カウンターして、ペースは移行しそうに。なんないな、2人とも、ペースの作り方がうめえな。時間いっぱい使いますね。さあ、カム、落として。衛星が、ガードしてる。ざーっと。画商客。さあ、ずらしてからの。さあ今のは着地が見えなかったですね。さあまだ残るけどどうなるどうなる。立ち大優勝権です。さあここはハイジャンプから逃げる。滑ってきて滑って立ち見から回した。さあ無理はしない、狙ってますね。さあカウンター。さあ物がなくなってるぜ。家だけ残ってる。着地ずらして立ち、うまっすぎる。ここは位置入れ替えの選択。あーこれ分かんなくなっちゃった。これは分かんないぞ。あー投げる。さあ投げたのはうどんで、あーこれよくあるやつ。ほらい届かず。いやー怖かった。さあここでうどんはどもが一緒。まあ、ちょっとこれ以上ね、いやさすがに3連勝は多分流れ的にきつかったんで、そうっすね、大きい1勝でしたね、まあ、多少無理してでも。さあ試合数の1勝もでかいんですけど取っちゃいましたよ。下が流星のすねが2回やられましたよ。いやー怖いやろ流星っていう感じが画面から伝わってきますね。流星さあ使ったところは立ち見、これはかくってなかったんですが、青ビートさらにコンボを伸ばしていく。まあ、でも流星の偉いのはね、リスイカもちゃんとガードしてるからね。やっぱ2つガードしようと頑張ってる感はあるよね。2つさばこうとしてるよね。いやーすげえな、ガードがお互い上手すぎんだよな。まあ、踏み込んで、うわーつながった。いやラッキー、これは位置もよろしいですね。ザキヤマ 6A ダメージアップ落とす。いやー入れた。リレー三振当たってここがマスター。さあ早出し気味のジャンピーですね。さあ先端がかすっちゃいましたけど空対空三振ちょっと珍しい。
さあこれは流れが来ているか、表からジャビカウンターしっかりつなぐ。さあ流星も空対空仕掛けに行ったんですけど落とせず、さあ一歩取ったらうどん、さあ見せていく。ほら最終弾溜まるかもしれないじゃん。そうね、そうそうそう、まあ確かに第一の陣老とでもやるやる。さあ三振に開幕ジャンビーかぶさっていく。これおしゃれだなあ。ここまでしかもつながるんだ。家から6位直で投げて、いやーやっぱ投げがね最強の崩しですよ。さあもう一発、あ言ってるすまから入っていく。ここはペースをちょっと作り直したい。さあ立ち振ってますね。やっぱりうまい。凍結まで行く。今度はジャンエルタ行く。ラピアン動けません。さあここは封殺ですね。さあ一本取り返す。動きたくなるんだあれ。ダシ2へ当たって押してる。迫ってくる。うわうわ劣勢が我慢するな。さあお互いガードが素晴らしい。三振危なかった。ちょっと届いてなかった。しっかりね距離離してからね安全だと感じに逃げていく。強すぎるこの技。さあ引っかかった。空対空の仕掛けようとして引っかかったカウンターは絶対見逃さないですね。さあジャンビー通っちゃってレヒョー、ここ割って位置でかい。腰切り投げて、さあ致死量、次が危ない。さあ飛んだ、羽ばたいて差し見逃さない。落としますねしっかり。あお互い隙を伺っている。ダンス、まあ、しょうがないですね。さあしかしまだ流星もワンコンボで圏内。危ない三振から、さあ上が通る、飛びが通る。せっかに対してワンスターするレヒョーカウンター。しっかり伸ばさない。さあこれで流星が3勝目。対空だったな。まあでも気持ちわかりますね。結構やっぱ狭間とかって上に逃げたくなるじゃないですか。でこう鎖とか俺もよくツバメ返して叩き落としたりするんで。ああいやーすげえなー。もうでも打つしかないってわかるんだけどな。打てるのがすごい、うん、ああいう時にやっぱ、まあ、めちゃくちゃ上まで判定持ってる技持ちのキャラクターは強いっすよね。よくあの荒くねのキリンに対しても、ああはいはいはいそうだね、リスクを負わせられるんでしっかり使えると。さあ現在1対3うどん狭間1、流星が3の状況。さあ流星やっぱ相手の本命が通る、ところで早めにバースト切ってますね。やはりペースを握ることが重要。画面端押し込んだな流星。もうねしっかりとね平然とスカシゲダンみたいな感じもガードしてるからねすごいっすよね。すげえな。よく狭間のあの真下に移動するやつに対して対空打てんの本当うまいと思う。しかしうどん狭間もガードしっかり立ち落としていく。いや体育の使い分けが素晴らしい。家から劣勢逃げ体育は強い。いやお互いもうカード手の内のカードというカード全部見せていけますね。 6A からのじゃあよく方天神じゃあここから秘伝締めしてからのこのひねそう。さあラフキャンここは危ないと思って簡単すると。さあ体力がほぼ五分から若干陣有利くせえけど。さあ危ない、さあさあ思わずバースト吐いた。出だバックスにかぶさる。さあこれは美味しい一本になったか。いやでもすっごい当たり方しましたね今のジャンピ。すげえぞ今の当たるかね。ああいう当たり方ちょっともうぜひね動画確認してもらいたいです。うわ流れるように劣勢からの投げはここでバースト。
さあちょっとうどんさんの周下の割り振り方が変わってきたかな。立ち暴れていく。あー直は危ない。少しリーチが足んなかったか。維新さあ 6D に引っかかってしまって、じゃあここで画面8。いやー見逃さないんやな。すげえなこれ。あーっとーこれはついてない。タッチミスタート。いやコンボミスから痛すぎる。お仕置き。あ補正切れてる。さあ下げガードする。ガードカット。スネア守ってますよ。ひねるぞ。さあ補正切りか。バックステ逃がしたくない。ここはゲージ使ってでも突っ込みたかったが、ここは裏切りの 2A が通る。さあ1-1。こっちの 2A もすごい当たり方しましたね。さあ噛んだ。さあ落とさない。さあここで落とせ。締めて。さあ上逃げる。気持ちはよくわかる。さあガード硬い。ガード投げて崩れる。さあ中継意識割くとやっぱ投げ見えなくなるんだよなこのゲームな。さあ危ない。真上。なーっと差し返す形になったか。さあ細切り。6Bから 6A ワンパン当ててからの空対空。見逃さない。いやうめえんだけど。あーまたやっちゃった。デジャブコンボミスから膝が炸裂。さあこれが痛いんすよ。さあ落として奥攻め。ガード分からせてく。 3C からの下からオーディ発動しますね。 2D で1本。さあこれで2-3。いやーいい試合しますね。さあちょっとこれ以上の延長はできないんでね、もう生放送が切れたらあとは動画でってことなんですけれど、憎い演出しますね。いやー続きはウェブで。続きはウェブでですか。こんだけ広告してもらっちゃってるからね今日ね。あなんかさっきからランクアップがちょっとチラチラ見えてるんですけど、あのうどんさんのカードがまだ9なんでやってる上がっちゃうやつなんですよね。さあ現在2-3。ファーストタッチ流星。わちょっと怪しい。が通れば正義って感じですかね。見えてる。うわ完璧ですね。しかも回数完璧かよこの男。いやーコンボも高い。いや結構 6D って持続長いじゃないですか。オーバードライブ避けるの難しいと思うんですけどね。タイミング完璧でした。しかも今ちょっと動画にしないと分かんないけど、多分ものすごい体力吸収ルートだったね。へえ結構回復してた。タッチタッチタッチ 6D タッチなんとかみたいな。なるべくこの円の中に相手を入れるような相手のルートだったのかな。多分常に輪っかにいさせるやつだね。立ち合い見逃せない。いや落とすね。さあここまで入る。くるくるポンは飛んでる飛んでる。石さあバーッとしてる。うわさあここのボディは最後のコンボでたまるのを防いで先に入っていく。一本取ったの流星。さあ憎い演出ですね。いやー強えなマジで。直がしてサシバックステにジャンシーかぶさるがその後つながらない。遠距離の牽制合戦。鎖を巻いて巻いて残影が3発目。いやまだコンボに結びつかなかった。さあ怖いぞこの頭の片目。幻想詐欺ってくしっかりミドルザインする。いやこういう時狭間のサシは便利ですね。カウンターからの美味しい一撃。さあ出ちゃった。なんかが漏れちゃった。さあ無双かな。氷のエフェクトちょっと見えたからな。見えから。さあここで見せてくれが最初。さあ忘れた頃に飛んでくるんですよねこれ。そういえばありましたね。さあ1-1まで盛り返しました。試合展開は
まだわかんない。じゃあ右から立ち見、膝膝膝膝、逃げたいけど見逃さない。あ、ここは走りますね、無理対空しないで。三振確定。あ、しっかりお互いバックステや下にくぐることもね、使い分けて対空さばいていく。使い分けが本当に。さあ鎖噛んだところは絶対に見逃さない男は。ヒレンドズ画面端、あ飛ぶ、うーわー、詳しくない、空対空しかねえ、確認しなかったこの男。あー、惜しい。ここはバースト使っていく。あー、なんか繋がった、ドリームコンボになりそう。さあ、押せ切れちゃった。 F なんだあれ。スライドセッカから画面端飛ばす。さあ画面端飛んでる、投げで崩してオーバードライブ。あー、終わりだ。これで2対4リーチをかけたの流星。これ誰か知ってたら教えてほしいんですけど、飛翔剣って F なんですかあれ。 F、 あ F なんだ、なるほどな。だからなんかさっき立ち B から立ち繋がんなかったのか。いや、なんかだってちょっとドリームコンボっぽくなったじゃん。さあ現在2対4になってます。リーチをかけたのは流星。さあ試合展開はお互い一進一退といったところ。まあ流星が細かすぎるところまでちょっと、そうなんだよな、ね、めちゃめちゃ流星の狭間対策がうまいんだけど、うどんさんもマジほんと細かいところでうまいんだよな。噛んだ鎖が噛んだときはほとんど見逃さないし、空対空も確認も早いし、こういうところとかね。膝膝膝膝、ちょっと待ってから。ザイが立ち身に対して2A が置いてあった感じ。まあ、2B ですね。あ、2B だったね、ごめん。バグセ買っていくか。うわー、早い。空対空の判断が、いやー見逃さねえ。しかもノーマルヒットでもしっかりとつなぐ。もっと減りすぎじゃないですかね、西対空から投げで崩して。あ、ここで吐く鎖はしっかりとバレないように巻いて、ジャンビの先端空対空から引きずり押しの中段タク。いやー、すごい速さでジャンエール押していきましたね。水地劣化山。さあここはデンジャーついちゃってるんで、もうさすがに残らないでしょう。一本取ったな、うどん。さっきから見てると割と流星がバリア使い切っちゃってるのが気になりますけど、でもね、その上手い人のプレーってよくバリアをギリギリまでとか使い切ったりするよね。俺なんか自分の試合でもバリア結構残っちゃってるからな、はい、うん、結構バリア残っちゃってる人多いんですけど、流星はもう使い切るまでバリアいつも使ってる印象を受けますね。そうですね。さあ三振ヒットからのワンコンボで狭間が美味しくいただいてる状況で、まあ余るぐらいなら使っ切った方が、まあそうだね、うん、いい気がしますね。まあ、問題はそれをしっかりどこで使ってんのかなんだよな。バリアするってことは動き止まるんだけどな、ちゃんと的絞らせないようにしてるんだよな、うん、全然どこでバリアを使ってんのか分かんない。飛翔剣当たる。さあ捉えるぞ、 2D 当たってくるくるポンから、ここはマスト着地くるくるポンですね。あー釣ってったこの男、性格超悪い今の。いや 5B のスカに 3C を合わせた感じ。レセンレセン、やめろー、あーやめろーやめろー。いやー、敵をすかるんですね。マジかよ、心折れる。さあいい加減にしろと、昇竜拳で切り返してガキャン。さあ時間も厳しいか、ジャンビエ。さあここはうどんがやりたいことやって勝利をもぎ取る。なこれはいい流れですね。さあこんだけ試合温めておきながら
続きはウェブで、はい、残念です。残念です。あ、もう終わり。はい、ニコ生の方がもう間もなく終了になります。宣伝入れてくれた方ありがとうございます。残りは動画なるべく早めに作りますんでよろしくお願いします。君この先は君の目で確かめてくれ。続きはビッグワンウェブでお願いします。さあ現在試合カウントは3対4、依然リーチが続くのは龍星。あーマジ見逃さねえなこれ本当に。レッスン、まあ、でも近距離のカウンターでヒロイロ狭間のね鎖もどうかと思うけど。そうなんだけどね。さあ鎖合わせてジャンシーカウンター。いやー叩き割りましたね。画面端、あー危ない、これは痛えやつ。さあバースト使わざるを得なかった。鎖噛んで鎖噛んでしっかり直撃してるな。引きずり下ろしてからの緑投げ。狭間の投げも減るな。減るんすよね。しかも状況が一向によくなんないんですよねこれ。やってんかなと動けないしな。大木攻めジャンビー、おそらく先重ね。うわー見せてきた。そういうネタ出たー、この男こういうネタ隠し持ってんのかよー。さあ殺しきれ。まあ確かに浮きますからね。まあそうなんですけどね、忘れた頃にとかを。いや無理だなあれは。無理だねー。ああ開幕すんね俺に言ったけど。手だ直下しているログビー、フルクルポン当たってタッチへ振ったところ、しゃがみくらい、おいしい。投げで崩してリレー起き上がりからだったんですけど、もう一着くるくるポン。さあここは完走で死ぬでしょう。さあこれでラストの一本になってしまうか。あーもうリーチか。いやお互い全然前転しないな。まあ通らないって分かってんじゃないかな。もうさすがにこいつには無理だろうみたいな。すごいね、甘えた行動なんてしないってやつですよ。うえはい、吐きそうだよマジ今の。何なの。うわ投げ押したのも早かったな今。すげえよ、完全に空対空取りに行っただけだったもん今の。さあしかし、あー西へ。あ、これ死なねえけどやばいんじゃね。いや、やばいね、これは。レセン、逃げられない。あー、美味しい。衝撃、めくって戻ってくる。ワンチャンス。いや、これ通ってオーバードライブ吐けば怖いぞ。ここはカウンターサルト。逃げたいけど、流星の体育は怖い。あぶね。さあヒヤッとする、立ち火引っかかったら死ぬ可能性あった。衝撃抑え込んでから、さあここはバックステ、いなしていく。この男冷静である。さあ直がしっかりしてる。うわーやってた。さあ回そうジャンビ。あこれはうまい。さあ投げ取る。どうなる。まだ残っ、あーぴったりハマった。あーガチでぴったり止まったってことで、3対5勝ったのは龍星になりました。ありがとうございます。いやーすーげー試合だった。いやー俺も残るかなと思ったマジで、うん、ゲージいかなかった目すげーな。